審判の方ですか。はい、そうです。あ、そうですか。ありがとうございます。久しぶりに。そうですね、もうみんながやっぱり新しく変わっちゃってる人たちが多いので、もうワクワクと不安とっていう形で、まあ無事にねスタートしてフィニッシュができればなっていうので、みんなもう第一を振り絞って頑張って我々もやっていきたいかなと。ありがとうございます。今日の意気込みはどうですか。3年ぶりの長野なんで、はいはいはい、頑張って走ります。今日はどちらから来られたんですか。神奈川です。あ、じゃあ例年参加されてるんですか。そうです、参加してる。じゃあ知ってますね、これ多分知ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。どちら来られたんですか。富山です。富山、富山。おお、頑張ってください。ありがとうございます。もう何年ぐらい長野は参加されてる。初めてからずっとなんで。あ、そうですか。ぜひ今日は頑張ってください。ありがとうございます。どちらから来られたんですか。地元です。あ、地元ですか。どちらから来られたんですか。私は神奈川川崎です。今日の意気込みはどうでしょうか。今日練習不足でね、はい、完走できるかどうかっていうところですね。なるほどなるほど、はい、走れればいいので楽しみます。ちなみに、はい、お年はおいくつぐらいなんですか。ジャスト60です。おー、まだまだ。いや、まだまだというか。これからですね。これから、まあ、楽しみたいですね。なるほど。せっかく出会ったスポーツなので。今日も写真ですか。あ、配りますね。もう皆さん喜んでいただいて。うわ、素晴らしい。本当その笑顔がもう本当嬉しくて。本当久しぶりの開催なんですけども、そうですね、やっと、まあ、今日いい天気でね、本当に今日は本当信州の春らしい春で、北アルプスの残雪残る山々や西側の水の流れ、それから菜の花とね、桜と最高ですよね。そうですね、まだ桜残っているところもありますね。そうですね、はい、まだ、気持ちいいと思いますよ、はい、今日皆さん頑張っていただきたいですね、はいはい、よろしくお願いします。応援しましょう、はいはい、ありがとうございます。Thank you.
か、クロアチランナー、ハイブランナーになるか。それでは、これより各クラスの表彰に移ります。はじめに、男子 T53、54クラスの表彰を行います。優勝、鈴木智樹選手。記録、43分51秒。第2位、樋口正幸選手。記録、46分44秒。第3位、吉田隆選手。記録、46分45秒。52クラスの表彰を行います。優勝、佐藤智樹選手。記録、56分13秒。第2位、上与那原弘和選手。記録、58分58秒。第3位、伊藤達也選手。記録、1時間08秒。女子 T53、54クラスの表彰を行います。優勝、中山和美選手。記録、1時間4分42秒。第2位、深田優子選手。記録、1時間7分22秒。第3位、竹下泉選手。記録、1時間12分36秒。こんにちは。こんにちは。鈴木智樹です。トヨタ自動車所属の、はい、今回はハーフマラソンに出場して、東京パラリンピックはマラソンで7位入賞させてもらいました。今日は1位ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。長野マラソンは何回目ぐらいの参加なんでしょうか。だいたい5回目ぐらいになるかなと思います。今まで1位取ったのは何回か。1位取ったのは1回、ね、今回で2回目ですね。まあ、久しぶりの、その、まあ、マラソンでもあったので、はい、まあ、だいぶこうブランクというかあったと思うんですけども、それはどうだったんでしょうか。そうですね、まあ、長野で開催されたのが久しぶりなので、長野で走る機会っていうのは全然なかったんですけど、はい、まあ、今回改めて走らせていただいて、やっぱり長野のこの環境だったりとか、はい、もう人の温かさだったりとかっていうのを改めて感じることができて、すごくこう恵まれた環境で今回改めて走らせてもらったなっていう感謝の気持ちです。まあ、フルマラソンとは全然違うと思うんですけども、はい、その辺のなんかこう切り替えみたいなのは何かあるんでしょうか。そうですね、まあ、切り替えっていうのは特にないんですけど、はい、まあ、ハーフ、まあ、今回そのこの長野マラソンを盛り上げるためにある程度こう面白いレースができたらいいなというふうに思っていたので、まあ、今回独走っていうことで走り切ることができたので、そこは良かったかなと思います。ダントツでしたか。はい、もうかなりスピード出てましたけど、新記録にはならなかったんですか。そうですね、あの大会新記録っていうところは今回は目指さなかったので、まあ、次来年あの開催されるのであればまた参加させていただいて、次は大会記録を更新できたらいいなと思ってます。なかなかこれコースが珍しいっていう話も聞くんですけども、どんな印象でしょうかね。そうですね、やっぱり長野オリンピックパラリンピックが開催された都市なので、はい、そういったその記念の建物というか、そういったところをこう走れるっていうのはなかなかない経験だと思ってますし、やっぱそういった中で走ることができたのはありがたいなと思ってます。すごい気持ちよかったです。まあ、今後ですね、
いろいろまだまだ、チャレンジしていこうという気持ちがあると思うんですけども、はい、その辺何か目標あるんでしょうか。まあ、次パリのパラリンピックに向けて、はい、まあ、代表権を勝ち取ることはもちろんですけども、やっぱりメダルを獲得するっていうことを目標にこれから頑張っていきたいと思ってます。優勝ですね。はい。マラソンの他に何かその種目的には何かやってる。まあ、トラックの中長距離 800m、はいはい、1500m をやらせてもらってるので、まあ、それもあの出場してメダルを獲得できればいいなと思います。まあ、それらも合わせて頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様でした。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。